おもちゃの国アリスへようこそ。天使のレイと申します。はい、シャープ197ですね。はい、今回は、前回、変形させたこのガオークですね。こちらを、バトロイド、VF、19回の時にもご紹介したあのバトロイドといえばあのロボット形態ですね、人型、そちらの方に変形させていきたいと思います。で、もののついでにこのパーツですね、前回ですね、ファイター形態ご紹介したときに、このパーツもご説明してなかったんですけど、こちらを使うことによって、専用のディスプレイ用のベースですね。で、空中に浮かせることができると。で、このパーツはですね、ちょうど、ここありますね。ここのところに、これがはまるんですね。そのために一旦足を、割らなきゃ、ああ、いるかな、この状態で。よいしょ、一旦こう浮かせるんですね。ある意味ちょっとこんな状態にして、ここではめ込んで、戻してあげると。はい、こうやって挟んであげることで、ここにつけてあげればこう空中に浮かせることができます。はい、一応このパーツ、この軸はですね、VF、19回の時にの前に説明したマクロススタンドですね。そちらを使ったりディスプレイスタンドに使うことができます。それでこう浮かせることができますね。はい。で、これから変形させていくんですが、本来だとは、開きっぱなしでもできるから、このままいくか。では、まずこのパーツを外します。ちょっと邪魔なんで。よいしょ。で、ちょっとガンポット邪魔なんでちょっと外しちゃいます。で、一応この状態、まあこれからざっくり外れてるね。よいしょ。とりあえずこの状態、ガンポット外しちゃいました。で、この状態から始めます。ではまず足を、こう、正面方向に向けまして、足をとりあえず、まっすぐにしちゃおうかな。して、腕このままではちょっと邪魔になるかもしれないので、両方ともまっすぐ下げちゃいます。はい。まあ、足を、つま先の調整は後でできるんで、このまま放置。では、先ほどのこの、パーツですね。こちらをつけるときに、外した方法で足を外してしまいます。よいしょ。そして、ここですね。ここの部分でも止まっているので、これは引っ張って、抜いてしまいます。はい、あ、頭取っちゃった。よいしょ。このようにここにあったやつをパンと外しました。で、ここの部分を見えるかな、こうなってますね。これを、変更してこういう角度ですねにしておきます。そしてここですね。ここのライン。よいしょ。こ
ここのラインで割れますので、それとここですね、このダクトの下の部分でも外れるので、ここをロックされているのでこれを外します。そうするとこのような感じになります。で、そのついでにここの機種ですね、この部分ちょっと頭外すんですが、頭外してあげて、この引っかかる部分を外してしまうとこう抜けますと。はい。で、この状態でシャープ195でご説明したこの付属品パーツですね、こちらをこう取り付けてあげるんですね、ここに。そうすると、別な、今回ちょっと機種なしのこれですけど、この腕ですね、この腕のところにこうつけることができます。これちょっと逆ですね、劇中でもあったんですけど、このようにこう脱出ブロックになるここの部分を他のやつでこう持って、戦闘機に、ファイター形態に変形してこう持ち運ぶことができるというパーツがついております。これは一応この機体のみではちょっと、遊びとしてはちょっと狭いので、もう一体ないとちょっとこれは、まあ、ちょっと楽しめないかなと。ただ、こういうのもありますよというご紹介でした。これはただ差し込んでるだけなので、簡単に戻せることができます。よいしょ、はい、このように戻しました。では先ほどパカッと開いたこの状態から、今ここに赤いのが見えてると思うんですけど、これがコックピットにかぶった時にこれをガードするためのカバーになります。で、ついでに後ろ、ここもパーツもこう開きますので開けておきます。で、このパーツですね、こちらをよいしょ、このようにスライドさせます。はい、で、よいしょ、ここの機種ですね、この機種の裏のここのところが開くので、開けますと。はい、ここに、ここのパーツがここに収納されると。そして内側にここにピンが1個ずつ、入ってるんですけど、これを内側に折りたたみます。そしてこれをこのようなイメージでかぶせていくのと同時に、こっちに倒すのと同時にこちらもこうちょいと下げる感じですね。で、その際腕が邪魔になるので腕はちょっと下げ気味にしておきます。そして最終的にここの、くぼみとこのアームが、入ります。そしてまずここのね、この組みが結構大変なんですよね。このようにかませてからこうグッと入れるとはまります。ただここの部分がなんともね、こうなるんですね。先ほどピンで抜けた穴のところにこうはまります。そしてパチン、そして先ほどのところの溝にこれでロックがかかります。そして上半身のカバーを、下げていき、ここですね、ここの部分の突起が内溝と合うように下げて、キャノピーカバーが下がりきってない、はい、このような感じとなります。そして先ほどのこの背中のカバー開けたところから頭部をこう出して、蓋をここに内側にちっちゃい溝があるんですが、突起があるんですけど、これよりも内側になるように押し込みます。そしてここのブースターパック、バックパックですね、こちらをやって、ここにフックがあるんですけど、これを起こしてこちら側の溝にこうパチンと、これで、バックパックをよいしょ、こう下がってこないと、このフックのおかげで。そして頭部をこう、あ、ちょうど映ってなかった、こう入って出てくるので、これを押し込んで頭部を回し、
倒すと。で、アンテナもこっちにやっとかな。はい。で、ガウォークの時に、逆関節になってるので、これを、これですね。この逆関節を、よいしょ。まっすぐ伸ばすと。はい。で、ガウォークの時に一段伸ばしてるので、これを押し込む。左右、押し込みます。はい。ちょっとカメラを上に。一応背中のウィングですね。こちらの方は通常畳んでおきます。これも起こしちゃって。で、腕を正面に向け。先ほど外しておいた。これつけっぱなしでも変形できます。一応こんな感じですね。はい。一応これで、ガウォークからバトロイドへの変形は完了です。はい。で、まあ、一応この状態でグルリッシュですか。あ、ですね、ファイター、戦闘機の状態で、このエアインテックシャッター外してた場合は、バトロイド時には、つけた状態になりますので、これは戻しておきましょう。はい。では一応後ろぐるり回ります。はい、VF1A ですね。こんな感じです。そして、そのパーツをご紹介した時の時に、もう一個こういうパーツがありました。このパーツはですね、ちょっとウィングが開きっぱなしになっちゃうんですが、ここのアーム、こちらとここの機首の横から出てるこの棒ですね。これを挟み込むようにこうパチン、あら、いない、はい、こう今ねこうパチパチっと入れたんですけど、こうすることによって、マクロススタンドとかそのディスプレイスタンドですね、でここで浮かせることができます。ただこれを使うと羽が閉まらない。さらにここの部分に、接続パーツがつくので、おおよそこれぐらい開いちゃう感じかな。まあこの状態でも安定感はそんなに悪いわけではないので大丈夫だと思うんですが、不安だと思う方はソリオンをつけた方がいいと思います。それともう一つこちらですね、このガンポット持ってるところの手と同じく、左手の方もちょっとディテールアップ用のちょっと大きな手がこうついてきますので、まあ、ざっくりこう両手で構えたりするときに使えます。はい、一応ちょっと中間下りましたけど、一応こんな感じで、VF1A バトロイドの変形ご紹介終了したいと思います。では一旦下がってもらって、いつものこのコーナーだ、よいしょ。よいしょ。今日はなんだ。あ、突っ張りです。はい、これですね。突っ張り。では一応帰ってきてもらって、一応これで、変形終了したいと思います。次回これにとあるパーツをつけていきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。